はい、お疲れ様ですね。ね、そう、怒った。止まってる、止まってる。知ってます？すいません。今日は、はい。仕事を休んで、うん、社長になんかその、デート行ってこいみたいな感じで。言われたの？言われたんだ。お前が言われたんだ。確かにね。宮田家。宮田家仕事だったから。だから、うん、どこ行きたいって言ったっけ？宮山城下町。俺の地元ね。違う違う。何もない町。それは犬山人が怒る。あ、やばい、叩かれる。カットしてもらう、ここは。いや、カットじゃなくて。カットで。全然カットじゃなくて。いや、犬山城下町行けます。そう。なんかめっちゃ、あれでしょ、食べ歩きが有名なんだよね。そう。さつまいも、さつまいもチップ食べよう。地元だからこそ行ったのかな。でもそういうところあるよね。近すぎて行かないみたいな。相当下り動画になると思いますけど。本当です。なんだって私たちですから。ね、両方喋らんもんね。そうですね。特にあなたが。じゃあ俺は喋るから。いや、ミオのが喋るから。一生喋りかけてんの、ミオだもん。それ二人の時だ。で、みんなおるとさ、なんかその気使ってさ、喋らんじゃん。俺みんなおるとき逆に喋るけどさ。いや、それはしょうがないじゃん。なんで？そんな喋りかけてもさ。ほのぼの動画になるよ。そうです。そういう動画になってしまいますけど、はい、よろしくお願いします。社長に怒られるかもしれませんね。そうだよ、だともうなんか言うことが顔出しちゃえばいいじゃん。いやだ。なんでなんで出すの？みんな見たがってるでしょ。でもミオ見たくない。ミオは見たくない。なんか確認とかしなきゃいけないとき見たくないし。いや、そういうわけじゃないけど、うん、なんか顔出ししたくないじゃん。モテちゃうかもしれないし。そうだね。ここカットしてもらうから絶対。死んでいい。絶対してもらう。こんなふざけたこと言ったら。こういうキャラじゃないって、クールキャラの感じでいきたいから。だけど、ステインって全然違う。いや、そうだよ、クールキャラでしょ。ついた。来たことあるの？ない、初めて。でもちょっとおかけ横丁と似てない？あの店の？うん。でも人が少ない。うん。か。本当だけど来たことある。探検しよう。江戸時代みたい。わかる？江戸時代見たことある。じゃあなんかあれなんだっけ、テレビとかでさ、水戸黄門とかでしょ、そういうのに出てきそうなさ道じゃない？ねがちょっと今時風になったよみたいな。え、チーズケーキだって美味しそう。え、何でも食べたいかもしれん今。何？何でも食べたい。あ、そういうの本当好きなんだ。うん。虫かきも好き。はい、600円です。食べる？食べない。ビールはいいの？運転を。いや、ミオが運転してあげるって。で、できるって、ガチできる。うん、じゃ昨日も岐阜までミオ往復で行ったもん。その普通だよ。じゃだからできるじゃん。だからできるじゃん。うん。で、できる。信じて。400円です。ありがとうございます。確かにね、今手を払うかもしれない。10分ほどかかります。3番でお待ちください。昨日みたいに酔っ払って記憶なくしてるかもしれんで。堀川翔って言うか。堀川翔。あの、この度。この度。出ない。やばいです。この度、宮野さんと来ていただいた堀川翔です。よろしくお願いします。付き合わせてくださいとかじゃない。いや、本当に強くない。最低だね。じゃあ、お父さんたちと喋ってるのは覚えとんだけど。うん。何？内容は。だからその部屋に戻ってからはマジで記憶がない。やばいよ。はい、記憶なくします。はい、記憶なくします。こんな天気いい日にビール飲めて幸せだね。お昼から飲めんよ。車どうする？代行で帰る。どう？あ、でも美味しいよ。美味しい。よかったね。どこ行っても虫が切ってあるんだね。横ちょうだい。うん、基本悪くない？こういう街ってね。今度生牡蠣食べてみようか。当たるよ。みゆマジ危ない。お腹弱いから危ないよね。生肉とか食べない。
太陽が。え、買う、買うまでの動画は撮って。違う、いちご飴に必死すぎて。怒られるよ。ごめんなさい。いちご飴に必死すぎて。僕初めて食べるんだけど。それ何？ぶどう飴。なんで一番下のリボン取ったの？取った必要なくない？ダサいんだけど、そのいいよ。え、取りたくなるの、これ、はい、食べてみて、一個どう？うまい。あ、いいじゃん。ミオも初めて食べるフルーツ飴。車めっちゃ通るんだね。こっち行って。はい、学生さん、美味しい。うまい。よかったね。まあ食べたいもん。まあ見ようもないけど、これ食べれたら。マシュマロが一番美味しい。え、マシュマロ食べれるの？うん、じゃあ見ようのもあげるね。で、はい。じゃあ次どこ行く？どこでも行く。これだけじゃ終わりよ。こっちじゃない？わさびで。持ってる。ここは取れたよ。ここは取れた。ずっと仕事してる。初めての仕事みたいに言わないでよ。何？え、落ちるかと思った。食べんの？食べやん。食べない。はい。え、それ写真で見たじゃない？ミオが見せてあげたじゃん。どう？だから言ったじゃん。うまい。うまいけど、お腹いっぱい。おいしかった。めちゃ苦しそうな顔した。どこ行くの？右ってどこ行くの？右行ったら。右はもう帰り道。どこ行くの？どこ行きたい？どこ行く？何でもいいよ。夜ご飯食べるよ。夜ご飯でしょ。うん。ねえ、だからどこ行くの？下道で帰る？遠いよ。どれぐらいかかる？1時間半ぐらいはかかる。余裕。なんでよ。なんで？そしたら動画にもならんじゃん、もう。別に睡眠動画。いらねえだろ。睡眠動画。誰が誰が翔さん寝とるとこ知りたいの？誰かおるかもしれない。いないって、そんな人。おるって。いないって、勘違いだって。なんでそれ、やっぱ睡眠の質とか調べてる人がおるじゃん。いない。いない。で、コメントでさ、あ、この寝方よくありませんとか。なんかそういうなんか企画やってたらあるかもしれんけど、やってないじゃん。自分、うん、うん、でもさ、最初絶対あれじゃん、みおちゃん。絶対とか言わんでくれだけど、俺は別に本当に可愛いなと思ったけど。いや、でもさ、いや、みお思ったほうがだけどさ、会社の人に手出したらよかったから。でもさ、誘ってきたよ。ノリで。ノリだろ。いや、あれになってノリでさ、ノリで。だって、シラフだったんだ。そう。そういうのってね、ノリと勢いでやるしかない。そう、うん、そうだったでしょ。神社の勢いで。神社の勢いで。はい。え？でもあれがなかったらつけてないもんね。まずご飯行ってないからね。そうだね。じゃあその前からだよ、みお頑張ったじゃん、めっちゃ LINE とか、LINE とかめっちゃしてさ、業務的な内容だけど、今まで新カットするようにしたじゃん。それはでも仕事じゃん。じゃあでも今までさ、全部それを電話でしとったわけ。でも LINE でしてるじゃん。
今やっぱ打ち取ったなって感じ。でもなんかさ、はーいとかさ、了解とかで全部嬉しい。それはそうじゃん。だってそんなん分からへんの、相手の気持ちがさ。別に俺も変なこと言ったら嫌だし。あ、こういう人なんだなって今思ってる。そっちの人ね、って。会っても喋らんじゃん、最初の時って。え、でも初めてですけど喋ってて。で、自分酔っ払ってエンジンかかってたら。いや、酒飲まんて喋らんタイプなんだなと思って。気持ちが悪口。いや別にそのお酒飲んだ時に喋ったのに、うん、その後日撮影とか行ってマジ喋らなかったじゃん。でもそれはだよ、別にさ撮影とか電話でもめっちゃさ喋らんかった。だって別にさ、うん、今日撮影行っていいですかとかだけでしょ。別に他の内容で喋ったのさ、別にだってしかも隣に社長が撮って乗ってたりするじゃん。確かにね。はい、ここに来たの。着きました。で、どこに来たの。菜花の外、うん、来ました。予想がつかんかったじゃん。とりあえず来たって感じ。島だからチャリできたみたいなのに。すごいね。でもえ、こんな時期でも行けるよ。行け、はい、チャリできたら入る。はい、知らない。置いてくし、知らん人のふりするよ。捕まる。もう捕まって思って感じです。お前の彼氏犯罪者って言われる。いじめられるやんそれ。真っ暗だから何も見えんかもしれない。なんな、うま、なんかこういうとこ気になりますし、なんて言えばいいかわからんない。綺麗だねって定番だから。なんて言えばいい。じゃあなんかポーズ撮ってくれたらいいよ。写真じゃねえよ。いいじゃん。すごいですね。案外人いいんだね、こんな時期でも。え、すごいよ、なんかめっちゃあるじゃん。あんまり来るやん、俺は思わんない。心がないんだ。なんか、先を考えて、あ、何？木に巻いた電球なんだ。心な、綺麗って思えよ。仏像が見える、電球が。いいや、別に。綺麗じゃん、普通に。綺麗ですね。綺麗です。これは綺麗だ。本当に電球のこと考えずに。見えちゃうもん。すごい、でも超綺麗だよ。なんか向こうの方とかダイヤに見える。一人で釣りとかわかる？咲いてる釣りだ。いや、しょうがないじゃん。カメラやらないといけない。一緒だからさ、GoPro みたいな感じ。ああ、持ってきてない。寂しいの、一人が。寂しいの。何、恥ずかしい。恥ずかしい。あいつ有名人なんじゃねみたいな感じで思われるじゃん。え、すごい、ここもゴールド。宇宙まで大迫力のシーンの連続です。想像を超える大絶景をお楽しみください。かわいいね、ちょっと。いい感じ。多分動画回してるのうちらぐらい。楽しそう。俺ら YouTube だよね。そう。で、私たちはそんな遊びじゃない。命かかっちゃう。命の話が人生かかっちゃう。俺は別に怒られるけど、みやちゃんが怒られるからね。すごいね、あんかけたこ焼き。今日一日終了、ありがとうございました。一日絶対嘘。何絶対嘘。さっき俺元気って言ってたもん。楽しかった。楽しかったよ。もうそろそろ締めていいですか。いちご飴食べたい。いちご飴、今度行こうね。今日食べたい。じゃあ、行こう。そうしよう。ということで、本当に 何の動画か分からんけどね。え、本当に、え、多分ね、途切れ途切れでぐうたらだしね。そう。やばい。分からんもんね、なんか。車の中ちょっと頑張ったじゃん、でも。あれちょっと見てほしいな、社長さんにね。あれで認めていただけたら。そうだね。ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。はい。
また見てね一人で。